マウンド集まった時に、お前フェーズ気にするの10年早いんじゃんって思ったんですよ。勝ってるけど、ほらほら、勝て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 。コーチが、監督、チェンジですから守りに出さないとっつって、お前は運がいいな。アウトコースからの皆さんしか知らない古田さんの何か話してください。まあ、古田さんは、まあ、あのすごい何ですか、爽やかで知的でっていうイメージなんですけど、やっぱり野球やってる時はやっぱりちょっと厳しい方だったんで、僕すごい厳しい厳しいって言われるんですけど、もう僕より全然厳しかったんで、一回あの副島がね、ファーストのファウルフライをちょっとフェンス怖がって取れなかったんですよ。それこそマウンド集まった時に、お前フェンス気にするの10年早いんじゃんって思ったんですよ。まあそりゃそうやなみたいな。であとね、一回ね、志田っていう選手が守備固めに出てきて、最後そのどっち取るかみたいなところで引いちゃったんですよ。で、まあ取ってアウトで試合終了だったんですけど、マウンドでみんなハイタッチしてる時に、お前守備固め出てって最後に引っ込むってどういうことじゃいって言われて、おい勝ってるけどみたいな、ほらほら勝て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 みたいな。そうなんですよ。だからやっぱりすごい、やっぱその勝負に対してやっぱり厳しかったんで、あと遠征の帰りのバスパッと乗った時に、あの一番後ろの真ん中に座ってるんですけど、こんな顔して、ああ、怒ってる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 、それ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 。で、遠征の時なんかは、なんかこう、要所のポイントとかやったら、ちょっとこう言ってて、まあそこは怒るわけでもなく、ああいう時はこういうふうにしたいから、こうやってやってくれみたいなのもアドバイスしていただけるんですけど、まあでもね、やっぱりその、こと勝負に関してっていうのは、すごい厳しい方ですよね。僕はですね、あのスポーツナンバーワン決定戦ってあったじゃないですか。あったあった。あの時に古田さんが、うん、うちにすげえのいいから連れて行っていいかって僕が連れて行ってもらって、飛び箱ね、はい、うん、伝説の飛び箱です。で、僕の名が一躍有名になったという、うん、古田さんが行ってくれなかったら僕は出てないという、うん、あの正月のスポーツマンナンバーワンっていう番組、うん、TBS だけど、はい、あったじゃないですか。あの番組で、でなんか、まあ、僕にオファーが来たんですよ、出てくれと。で、問いはほとんどいろいろするんでっていう時に、いや、うちに飯田って今から売り出すすごい運動能力高いやついるから、こいつ連れてきましょうって言って、で、あの時俺行ってないんじゃない？行ってます。行った行ったっけ？出てくる。で、俺はでもね、その時完全に俺覚えてくれて、こいつにレクあの哲也にレクチャーしたのがさ、死んでも飛んでこいって言ったからさ。いや、ほんとあんな初体験ですかね、十何段も。そうです。18段ですかね。なんかもうね、こんな高い壁なんですよ。行けっつって行ったら飛べちゃったんですよね。飛べちゃってて、で体操の池谷君のお兄さんの方が倒れながら飛び込んで、飯田君上手いやないかみたいな感じだったんですよ。最初はね、最初慣れてないから、はい、そっから始まったあの番組、伝説の番組、ね、あれ哲也、あれで優勝したんですよ。1回目じゃない、あの優勝っすだよね。1回目優勝だよね、はい。あれで哲也の名前がもう一躍ね、もう本当はもう飛び箱の人って言われたぐらい。本当にみんな見てくれてて、うわ飛び箱の人だみたいなことを言われてましたよ。それはだから古さんが僕を推薦してくれなかったら出てないんですよ。いやでも、はい、その能力高いからね、その俺らが出ても全然面白くないもん、飛べないし。哲也ならいけるやろっていうね、あんなお前いつも。それは本当にありがたかったです。いや、とんでもない、とんでもない。あったね、そういうことあったね。はい、ありました。ああ、何本歯がついてるとかよく言うじゃん。あの僕らの時代は、うん、その自分の運動具メーカーに頼んで作ってもらって、それを試合で使えなかったんで、あの頃は配球スパイクです。そうだ。そうなんだ。そうですね。僕が入った時もそうだ。じゃあ前が、まあ、3つ、まあ、3つのやつです。まあ、だよな、はい。昔的に。全然なし。はい。で、いつぐらい？ 90 年代後半ぐらいかな。後半。いや、僕のね、2、3年目ぐらいなんで、96年、7年ぐらいから、まあ、多分 OK です。僕は1年目は、確か Z だったんですけど。確かに。あ、そうか。そう。みんな同じ、こう。Z じゃなくて、今高校生でも負けたんで。そうですね。はい。今はね、なんかいろん
先だけとかもう先っぽだけ長いとか短いとか、だからあとは神宮の人工芝はやっぱりかなり硬くて芝も短かったんで、新しいスパイクを配給される時にもう刃をあらかじめ半分削っといてもください、短めに、長いとそのつまずいちゃうんで、つまずいて、ね、今みたいなこのロングパイルじゃないんでね、昔はカーペットみたいな感じだったもんな、はい、そうなんや。あと東京ドームの二遊間の辺ってあれ人工芝巻き取ってイベントとかも使うじゃないですか、うん、そしたらこれぐらい空いてるんですよ、継ぎ目が、うん、あそこに刃が入っちゃったりとか、ボールであそこでイレギュラーしたりとか、結構怖かったですね、あの二遊間で。昔はあの人工芝用の靴とか、そうですね、あったですよね、バッティング用のスパイクを変えてましたから、バッターと守備で、はい、え、今変えないの？今もうほとんど変えないです。いや、そうなんや。ほとんど今もうスパイクですね、あの、まあ、人工芝あれなんてできるんで、はい、昔は変えて、いや俺は変えへんけどね、キャッチャーとか、はい、僕らはもう変えてたよな、はい、あれはもうね、神宮の外野がカッチカチなんで、あれをイニング間に説教されたら、あの履き替えずに守るのが嫌で嫌で、もうあのもう浮いてるんですよね、スパイクが。でもう直前まで怒られてるから、ほらもうチェンジや行け言って、わはい言ってわーって守りに行った、スパイクやみたいな、本当に嫌でしたよ。僕らもよくね、あの野村さんの横で立たされて説教食らって、チェンジになったからね、守りに行かないかんのにと思いながらわーって来たら、コーチが監督チェンジですから守りに行かさないとって。お前は運がいいな。さっさと行け。切れてましたけど、ね。皆さんやっぱ怒られた経験あるんですね。ありますよ、ありますよ。だからね、真ん中の人は怒られないですよ。実はね、広沢さんとかが昔話語るけど、全然怒られたの見たことないですよ、広沢さん。ないですね。そうなんですね。ないない。ないない。全然ない。広沢さんと池山には言わない。全然言わない。もう脇固める人間が怒れる。まあもちろん俺がダントツなんだけど。あと 1,2 番のね、 1,2 番が結構言われない、この哲也も結構言うこと聞かへん、もうなんかはいみたいな感じで全然言うこと聞かないけど、まあ、ね、言われるけど、もうね、哲也はね、多分ノムさんも途中で諦めてた言うこと、はいはいはいみたいな、そうそうそう。どんなことですか？僕はだバッティングのゲージの後ろにいて、もうフラウッターお前使わねえぞって言われて、こんな大げさにこんなことやってたらもうどっか行っちゃった。やっぱフライ打ったらダメ。ようやるやろ、むちゃくちゃやろ。確かに哲也はライトフライをよく打つのよ。よく打つんですよ。ライトフライよく打つの。ライトフライポーンって打って帰ってきたら監督怒るわけですよ。ライトフライばっかり打ち上がってって言うから。ほんな練習でこうやって。ようやるわそんなこと。どつかれるでっていう。もうゴロったら使わねえぞって言われるから、もう本当当てつけみたいなこうやってましたけどね。トマもそういうとこ、トマもこうやって打ってたからね、こいつら 1,2 番で何やってんねんだよ。ヒヤヒヤするわこっちが、やってたよ、上げたらな、やってたよな、終わりやもんな、いや上げたら終わりですか、上げたら終わり。同じです。だから未だに上がれない、もうボール上がらないですもん。怖いわほんまにって思いながらやってました。僕はヒヤヒヤする。まあもうあの細かいことよく怒られましたよ。やっぱり一回あの配球、そのチャンスでストレートを右中間に三塁打打ったんですよ、うん、チャンスで、うん、で次、まあ、打った球と同じ球って、うん、もう固くなり守って、なら変化球来て空振りして、で結局その打席三振して帰ってきて、お前は初球何やったんじゃって言われて、ストレートですって言ったら、お前みたいなヘボバッター、お前ストレート打たれて後悔してるのに、お前変化球待たんかって言われて、お前それやったらヘボバッターの配球教えてくれみたいな。そうなんです。野村流配球っていうのがあるんでね、あのキャッチャーの基本みたいなのがあって、それ忠実に守ったら間違えることって、まあ、結構ってたまにあるじゃないですか。だから自分たちが何かが分かんないんだよね。だからそう言われちゃうとね、あれミーティングでこうやって言ってたのになって、俺もようベンチ置かないからミーティングでそう言ってたやん。本当そうですよ、結果論で言われちゃう。あれはやっぱそういうことを乗り越えてチームは強くなったわけですよ、やっぱりみんながね。特徴使うん、深夜さんうまいもんね。まあ深夜さん、まあ、やっぱ一般の人が意外はやっぱ深夜さんが落合さんのものが得意っていうのは、やっぱあれもう一回僕は見たい。絶品ですよ、もうそれはもう本当深夜申し訳ない。もうリクエスト来たから、もうどこ向いてやるんですかね。
しかもね、落合さんのバリエーションがいろいろあるんですよ。まずはじゃあ、大丈夫ですか。はい、まずはどっからお願いします。バッティング練習。バッティング練習。落合さん。いきます。これ分かるかな。ちょっとダウンスイング気味に入れるのよね、落合さん。練習の時は。これすごい、ね、体重移動速度すごいね。これバッティング練習。なんかノックする時もそんな感じだよね。ちょっとこう。そうですね。ノックは左足に乗り気味で。こういう感じですね。これすごいんですよ。これね。これがいいよね。そう。ちょっとこう入れるんで、そう。そういう感じ、そういう感じ。ちょっと入れるんでね。はい、でバッティング練習の時はこうちょっと上目からですね。うん、で試合だったら。で、まあ基本的にはまあじゃあアウトコースをライトさん。アウトコースね。うまいこれがね、もうこのテイクバックの位置とかね、そっくりこう似てんね、ほんまに。じゃあインコース行きましょう。アウトコースかと思ったけどインコース来たパターン ね。アウトコースからのうまいいやーそっくり、これはうまいよな。そっちが笑っちゃう。ちょっともう一回やってくれる。アウトコースからのインサイド、落合さん、芸術的なバッティングね。うまいな。はい。何回見てもおもろいよ、これさ。あとね、もう一個ちょっといいですか。うん、森田さんから頭来た時。デッドボール。当たらなかった時ね。避けちゃった。あと怒る時。当たらなかった時。シュート来た。これやってるんですよ。審判に言わんかってやってるんです。言わんか。確かに、はい、ちょっと避け方がちょっと違うんだよね。落合さんこうやって避けるんです。そう、うん、こうやって避けないですもん、うんうん、確かに。面白い。どこで見てんのそんなの。すごいな。やびちまう。そういう風にやって打てるようになんないんですよ、落合さんのモノマネで。僕ですか。そんなね、野村さんの時にね、こんなして打てたら、これはもう試合なんか使ってくれませんよ。一回もやったことないの、試合で。いや、僕あります、実は。あのね、ちょっとあまりそっくりにはしなかったですけど、実は僕、大谷と2打席対戦したんですけど、大谷、はい、すごい。その時、ちょっと落合チックに打ってるんですよ。ちょっとこれぐらいで打ってるんですよ。そっくりにはしてないですけど。え、なんで球速いのに。いや、うん、ちょっと早めにこう取った方が見やすいんちゃうかなっていうのがあったんで、ちょっとその時あんまり調子も良くなかったんで、僕引退する年だったんで、うん、球も速いし、ちょっとこういう感じで。結果は内野安打とショートゴロです。まあまあ、はい、なるほど、はい、ありがとうございました。そんなところで大丈夫ですか。なんか真中もやる？真中さんですか？真中もやる？もうなんかリクエスト最近来るね。ごめん、俺がね、真中さん深夜めっちゃうまいって言ってもうたからさ、スタッフにさ。真中さんね、真中さん。バッターボックス入るとこから行くから。あの、まあちょっと最初ここでネクストで素振りしてます。ネクストね。ネクストから。でそこから行きます。いやー似てるな。本当そう。高田さんのカーブでいいですよね。うん、高田のカーブがインサイド。日本シリーズ。日本シリーズホームラン。高田引退。はい、高田を引退に追い込んだ。高田を引退に追い込んだ。いやー。ありがとうございます。もう何度もね、ありがとうございます。いや、あのね、球団に一人ずつぐらいはね、まあモノマネできるやついんねんけど、本当にクオリティが高いね。ちょっと笑えるしね。だからどこのね、例えば高校とか大学でも一人ぐらいうまいやついんねん。まあ、まあね、モノマネできるやついんねん。僕らは深夜の前は内山さんって人がやってました。あ、いたな、ピッチャーね、内山さん。大体いんねんけど、いや深夜が出てきたらもうちょっと真似できんわ。飯田さんもできますけどね。飯田さん、僕あれでしょ、飯田の見逃し三振できんじゃない。ああ文句言うやつね。しょっぱいや、忘れ物事件、忘れ物、忘れ物しちゃう。あ、飯田の見逃し三振ね。そうそうそう、あったね、昔やってたね。飯田さんがこうやって追い込まれて外を見逃して
だからここ通ったよ、ここ通りましたよみたいな、あなるほど、アピールで、みんなが僕らは罰金で忘れ、飯田さん忘れ物ヤクルトすぐヤクルトみんなが突っ込むからそうそうそう忘れ物、あれ忘れ物、バットとヘルメットも置いてきたねこうやって飯田今手出したよ、手つないや、ここなんですけどみたいなね